思いっきり伸び縮みしていきましょう。学生時代に体育で創作ダンスをやった方もいるかもしれません。その時先生に自分の思うように体を動かしてみなさいと言われたと思います。ここではリズムや一般的なダンスの型にとらわれず、ゆっくりと大きく動いてみましょう。ルールはただ一つ、極限まで体を伸ばしたり反対に縮めてみること。吉野さん、一緒にお願いします。ではまず手を上に上げていただいて、天井を掴む、今日のイメージ伸びます。つま先も、つま先だけ伸びちゃいましょう。お腹を伸ばします。今度縮みます。ちょっとあれですよね、足首がきついですか、ね、大丈夫ですか。きついの、はい、ちっちゃく大丈夫ですか。はい、では今度斜めに伸びてみましょう。大丈夫ですか。70万円右斜めに遠くのものを取るように伸びていきましょう。もっとです、もっとです。はい、ゆっくり戻りましょう。今度反対いきましょうか。伸びるだけでも大変ですよね。こっちいいんですけれども、おかしになれない方はきついと思います。遠くです、遠くです。はい、このように大きく伸びたり縮んだりさせてみましょう。ではまず手を上に上げていただいて、天井を掴む、今日のイメージ伸びます。つま先も、つま先だけ伸びちゃいましょう。お腹を伸ばします。今度縮みます。ちっちゃく、そうですね、ちっちゃくちょっとあれですよね、足首がきついですか、ね、大丈夫ですか。きついの、はい、ちっちゃく大丈夫ですか。はい、では今度斜めに伸びてみましょう。大丈夫ですか。70万円右斜めに遠くのものを取るように伸びていきましょう。もっとです、もっとです。はい、ゆっくり戻りましょう。今度反対いきましょうか。伸びるだけでも大変ですよね。こっちいいんですけれども、おかしになれない方はきついと思います。遠くです、遠くです。はい、このように大きく伸びたり縮んだりさせてみましょう。いかがでしたか。体を伸び縮みさせることについて、バイオメカニクスの権威深城選手教授にお話を伺ってみましょう。これやっぱり人間ってなかなかその極限まで伸ばしたり縮んだりって意外としないものですね。ですね。あの、柔軟性は3つの段階があって、1つは骨です。これ、肘をまっすぐに伸ばして180度以上にこういかないのは骨がブロックしているからです。でそれから次にですね、靭帯です。関節をこうつないでいて保護している靭帯っていう、これはあの腱と同じ組織なんですけども、それが股関節とか肩関節たくさんついていて保護しています。これがなかなかあの伸びないと、柔軟性を制限してるっていうことの一つには、足首がよくわかる例なんですけど、かかとをつけておいて足屈伸ができない人のままいますよね。これは足首の靭帯が硬いということになります。で3つ目はですね、筋腱複合体の筋とか腱が伸びないと柔軟性を増さないっていうことがあって、よくやられる体前屈は、ももの後ろ側のハムストリングスの筋肉がどのくらい伸びるかっていうのを評価しているんですね。これがあのない解剖学教室の骨格モデルがですね、データのガラケーみたいにパターンとつくんですね。なのでそういう靭帯とか筋腱があのうまく伸びるようにするには、そういった状態を定常的にやっておくっていうことが大事で、相撲さんがこう足を開いてお腹がベタってつくなんていうのは、普段からやってるからああいうふうになるので、
柔らかい人のお相撲さんになってるわけじゃないですね。先生の最初の話のやれば誰でもできるということなわけですね。はい、そうです、そうです。運動神経とかですね、親の性だとか縁だとか他のことに責任転嫁すると自分が楽ですよね。なので他のことじゃなくて自分がやればできるんだから、できないのはやってない自分が悪いんだっていうふうに、これはちょっと考え方を変えてほしいなと思います。カルティベーターというのは耕す人という意味です。文化のカルチャーという言葉も元はこのカルティベイト、耕していくという言葉なんですね。ですからこのカルティベーターは私たちの生活を豊かに実りあるものにしていくための基礎作り、耕していくということだと思っています。多くのサポーターの皆様に支えられています。サポーターシステム、こちらにございます。ぜひご参加いただけることを願っておりません。また企業や団体の方からのサポートもお待ちしております。